第7期本因坊戦、第5局、橋本昭和本因坊と対局中の高川角。第7期本因坊戦本因坊戦、第7期は、第6期終了後の1951年に開始され、1952年6月からの、関西棋院の橋本昭和と挑戦者の日本棋院、高川角七段による七番勝負で、高川が4勝3敗で、本因坊を獲得し、 本因坊収穫をこうした。これにより、橋本が本因坊を持ったまま日本棋院から独立して創設した関西棋院から日本棋院に本因坊院が奪還されることになった。またこれ以降高川は本因坊九連覇の記録を作ることになる。1951年6月に第6期が橋本の防衛にて終了した後、1950年に 日本棋院から完全独立していた関西棋院騎士の参加資格が整理されないために開催が遅れ、11月になって第8期の予選が開始された。予選参加資格は5段以上だが、関西棋院にて商談した段位を認めるかも未解決のままだった。挑戦者決定リーグは8名で、これ以降定着する。リーグの4名は前棋リーグの4位まで、残りは 日本棋院33名と関西棋院6名が4組に分かれていった予選トーナメントの優勝者とした。ただし予選参加資格は1951年3月31日時点での5段以上の棋士とした。予選トーナメントからは、瀬川義雄5段、対中心6段、高川角7段、宮下秀弘7段がリーグ入り。高川は予選で隅野武 島村俊弘、梶原武雄に勝って、前期陥落からの復帰となった。前期リーグからは、坂田坂尾七段、北に実る八段、長谷川賞七段、藤沢倉之助球段の四名が上位だったが、藤沢は同年に始まっていた5制限との10番号及び4番号に専念するために、棄権し、リーグ戦は7名で行われることになった。リーグ戦は、北に、 坂田、宮下、大中、高川の5名が4勝2敗となった。この5名で、同率決定戦闘ナメントを行い、決勝は1952年4月で、高川が坂田を破って挑戦者となった。プレイオフ持ち時間は、高川は13時間、橋本宇太郎は10時間を主張して2ヶ月間、紛糾し、接勝により11時間となった。 一曲目は、序盤は、黒番の高川が優勢だったが、白番橋本の128手目の切りの名手があり、終盤に、有名な、高川の尻抜けと呼ばれるみ、孫子があり、橋本中央しがち。高川は緊張して食事もほとんど、喉を通らず、打ちかけの夜も一睡もできず、鼻血を出したほどだった。二曲目は、白番高川が、 ゆっくりした込みにかける打ち方で勝ち。橋本はこの後の曲後に、まるでぬるま湯に使っているみたいだと評した。3曲目は激戦となったが、黒番高川が勝ち。4曲目も白番高川が手厚く打って、名曲と言われる5で勝ち。5曲目は、将棋の巡夜事件のあった、直後の鶴巻温泉陣屋旅館で行われ、高川が勝って4勝1敗で、本因坊に就いた。 7番勝負観戦記者は、1曲目、倉島武次郎、2曲目、梅崎春夫、3曲目、坂木山淳、4曲目、日野足平、5曲目、尾崎和夫。これ以後、尾崎和夫が書けば高川が勝つというジンクスも生まれた。第1曲府一本因傍集意識は9月1日に行われ、高川は収穫を行うする。これに続いて、前年から行われていた、 合成源と本因坊の3番号があり、手合割は9段のクレに対して7段の高川を1段、格上げして先合い先とし、5が3から0という結果となった。また1952年に高川の講演会、天元会が作られていたが、1曲目に高川が寝られなかったことを会長の三田ら武氏に話すと、三田らは知人の医者に頼んで特注の睡眠薬を作ってもらい、 以後の本因坊戦でも毎年その睡眠薬が届けられた。第一局、不二不一。白一が妙手で、黒二と取れば、後に白 A の当たりが残り、黒が B に取れば、白 C 黒 D で、白先手になる。黒四と右辺を止め、白は後から中央に進出した。不二、白は右下の項で戦果を上げ、黒は中央白に襲いかかるが、九十五手。 目黒一の時に白二から八と切られて困った。高川は一三の黒三子を助ければ、黒五の二子は捨てても白の大石が取れるものと勘違いしていたが、無論二子を取られてはダメで、高川の尻抜けと呼ばれた。第四局左下で白が手厚い定石を選び、黒が地合いで先行したが、白が右辺黒をいじめたところで、九十五手目の黒三が敗着で、 白4と伸びて優勢になった。左辺の黒は封鎖されても息が残っているので4に先着すべきだった。立ち会い人の岩本薫はこのを高川の傑作であると言い,い、高川自身も会、ありがとうございます。